最新式 AI が予想する来季の日本人メジャーリーガーの個人成績。以下は予想です。実際の成績とは異なる可能性があります。野手？投手？富士は契約もらえるか未定だから外したわ。投手陣総じて好成績すぎる。先発イニンともローテ守って防御率3点台って投手王国すぎる。ダルビッシュはもう無理やろ。なぜ鈴木誠也はメジャーに適応できたのか？甘すぎないか？理想的すぎや。山本もっと活躍すると思うわ。吉田はこの成績だとレギュラーで出続けられるか怪しい。割とリアル吉野部は入るチームで勝ち星変わる。大谷の予想こんなもんか。いやまたハンク・アーロン取れる成績だけどなんか物足りん。まあ肘の状態やリハビリ次第ではあるが、大谷の成績は毎年ちょっと低めに出てる印象。前年の数字を少し落とした感じに予想してるからだろうけど、先発陣全員規定3点台だったら快挙だな。まあダルマエ兼菊池は4点台だろう。聖夜の評価が高いな。280/20本90打点 OPS。857-150試合くらい出てるから WAR4 以上はいきそうだ。大谷は怪我明けのシーズンでこの成績だったら十分だろ。2年連続 OPS1.050 とかめちゃくちゃ評価高い打者だけで WAR6-7 は確実。投手に激甘で草。登録お願いします。